はい、皆さんこんにちは、吉田優真です。もう動画を見ていただいてありがとうございます。動画登録、チャンネル登録まだの方はね、この上の方にチャンネル登録というね、ボタンがございます。そしてこちらの下の方にですね、スマートフォンの方はですね、チャンネル登録ございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、今日ご紹介したのはこちらですね、バシン。これはですね、なんだっけ。スーパーさんの中にあるですね、パン屋さんでですね、購入いたしましたですね。商品名は書いてないんですよね、レシートにもね。チーズと、何でしょうかね。チーズとコーンでしょうかね。コーンかな。ちょっと食べてみましょうね。はい。うん。まあ、チーズパンとでも名付けましょうかね。うまい。チーズがふんだんに使ってますね。あとなんだろうな、中には何か入ってるわけではないけど、これなんだろうな、なんだろう、これなんでしょうかね。これベーコン、ベーコンか、あ、ベーコンか、チーズとベーコンのパンですね。うん、あ、うまい。なんだろう、なんかパンがうまい。うん、うん、生地がうまい。なんだこれ。なんだろう。理由は分かんないですけど、うまいですね。まあ単純にパン屋さんのパンだからうまいんでしょうか。小麦粉の違いでしょうかね。うん。今回ちょっとね、刺してコメント、うまいことできなかった、言えなかったんですが、まあチーズがね、ボリュームあって美味しかったのと、あとこの生地ですよね、非常に美味しいですよね。なんですかね、小麦粉でしょうかね。小麦粉だって焼き方でしょうね。っていうことは結局やっぱパン屋さんのパンうまいという結論になりますね。はい。これも、こちらですね、98円でございますね。はい、欲しい、5つ差し上げましょう。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介したのはですね、チーズと、ベーコンのパンでございました。ありがとうございます。